リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、ここからゲストをお迎えしてトークをしていきます。ということで先週に引き続きこの方の、ご登場です。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、スキタマキコと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで2週目になります。スキタさんと一緒にお話をしていきます。先週はですね、普段どんなことしてるのということで、まず我々の出会い、まあ共通点、きっかけみたいなところからですね、まあ実際にやられているボコボコトレインの活動について、それのきっかけになった、まあ、出来事であったりとかお話をさせていただきました。まあ実際に、まあ先週も僕もお話しさせていただいたんですけども、自閉症スペクトラムって結構このスペクトラムという言葉自体に割とこう、なんか柔軟性というか、すごい幅広い感じがあって、単純に ADHD とか、まあ、最近自閉症スペクトラムとか学習障害とかっていろんな言葉言われますけど、これほどなんかこう自閉症スペクトラムの方のこう理解がこう言葉もそうだし、実際に会ってみていろんな方がいらっしゃるんだなっていうのが、でなかなか理解されないっていうのが難しいかなと、ちょっと感じてはいるんですけども、実際に皆さんもこう子育てをされていて、こういうとこ大変だなっていうことを感じてられたことっていうのはあったりしますか？はい、下の子に自閉症スペクトラムがあるんですけども、今年、小学校の支援級に行ってるんですけども、去年まで療育園で生活してまして、そこには知的障害のある自閉症の子がたくさんいたんですけども、もうみんなそれぞれ、まあ個性といえば個性なんですけど、違ったタイプなんですよね。それを、やっぱり知らないと、何してるんだろうっていう、なんでこんなことしてるんだろうが、まあ、イライラに変わって理解できないか、自分と違うものは人間ね、こう排除してしまいそうになっちゃうんだけど、やっぱり、あ、この子はこういうとこで困ってんだなとか、こうしてあげたらいいんだなっていうのが分かると、それは別に普通になってくるんですよね。なので、そういったとこでこう関わってもらいたい自閉症がある、まあ他の障害もたくさんね、いらっしゃると思うんですけど、そういった方を理解していく場っていうのをもっともっと増やしていったらいいかなっていうのは、まあ私自身も思いますし、子供の成長とともにまたそれが変わってくるんですよね、その特性というか。なのでそれはもう人生のテーマじゃないですけども、まあなんかこの子はこうだみたいなのじゃなくて、やはり他の普通の子でもそうだと思うんですけど、その変わったところをどう受け入れていくというか共感していくっていうところが大事かなっていうのを日々思っています。ありがとうございます。今キーワードの中で受け入れていくだったりとか共感をしていくみたいな話があったんですけども、今回のテーマまさしくそうなんですけども、インクルーシブですね、インクルーシブ交流会による孤立の解消というのを今回あのキャンパスの方のアクセラレーションプログラムで、まあ、あのテーマとして掲げられて、まあ、採択をされたんですけども、はい、なぜこのインクルーシブ交流会をこう、まあ、いわゆる推進していこうと思われたのかとか、実際にこうこんな形でやっていきたいなっていうちょっと思いとかあれば教えていただければ嬉しいです。はい、あの始めたきっかけっていうのも、もう先週もお話ししたんですけども、あのこれその先ほど言った療育園の生活がコロナ禍真っただ中だったんですね。ということは、障害のある子だけがこう孤立していくじゃないけども、排除されていったんですね。どん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 。まあもちろん感染症の対策というのもが一番なんですけども、その中で、いろんな人との交流の場っていうのが、機会がなくなってしまったっていう、このまま成長していけるのかだったりとか、先生もマスクしたままで顔もわからない、で、年上の子だったりとか、その異年齢の関わりもできないっていうところ、狭い枠の中でずっと暮らしていくじゃないけども、教育していくのはちょっとおかしいなと思って、じゃあ自分たちでちょっと顔を広げていこうっていうのがきっかけになったんですけども、インクルーシブっていう言葉を、昨日も出会った人に言われたんですけど、知らないっていう人の方が多かったり、なんとなくイメージはあるけども、どういう意味なのっていうところで、わかんないと思うので、まあこうテーマに掲げることで知ってもらうっていうのもあるんですけども、私の中では病気や障害がある子もない子も一緒にっていうところだったりするんですね。でも一緒に、今でいうね、インクルーシブ教育を推進するために、学校にみんな一緒にしちゃえばいいんじゃないか、みたいなのがあると思うんですけど、一緒にいればいいってことじゃなく、そこにはちょっと大人だったりとか仲介する人が、あ、こういうとこがあるよねとか説明しないといけないと思うんですよね。で、それも結果がうちの長男が、まあ、小学校行った時に、まあ、その支援級の子が、まあ、何か困っていて、こう嫌なことをされた時に
先生に言ったんです。あの子は支援級の子はどういったところに苦手があるんですかっていうのをみんなで話したらどうですかって言ったら、個人情報なので話しませんって言って、その子の特性のみたいなことを説明してもらえなかったんですよね。まあそれもまあもちろん個人情報を守るみたいなことあるんだけど、この子は僕は本人がね言えないから、僕はこういうことに困ってるんですとか、こういうとこ苦手だからこう配慮してくださいみたいなことが言えればいいけども、小さいうちはまだ分かんなかったり言えなかったりするので、そういったとこをちょっと大人が介入しながら、インクルーシブじゃないけどもみんな一緒の場所でっていうところが、経験がもっとねできたらいいなっていうのをすごく思います。ありがとうございます。いや本当に今のこう社会というか、なんかまあ学校現場特にそうですけども、ギガスクール構想で一人一台タブレットがまあ配られてきて、で学習ですよね、いわゆる国語とか算数とか、ああいう勉強の部分では確かに個別最適化と言われて、で、いわゆるこう、その子に合った教材というか、宿題であったりとか、この学習度の理解度によって、こう、どういうね、勉強させた方がいいのかっていうのが出てくるようになったはなったんですけど、いわゆる今話された、非言語の部分、非言語というか、その学習以外の部分ですよね。それこそマスクを外してつけていると、この辺の目から上の表情でしか、その人のことを読み取れないから、そもそも、こうね、再会した時に一番言われたのは、お互いに感情がね、読み取れないっていう課題であったりとか、今も話しされた通り、なんかこう最近個人情報の話、いっぱい出てきて、自分が得意なところと苦手なところをちょっとこう言うことが本当に個人情報、まあどうなのかっていうところはありますけど、そこが分からないと難しいなと思いますし、僕もね、実際にだいぶ学校現場で、4年間ぐらいですかね、特別支援教育アシスタントという、まあ、活動を広島市の、それこそ安佐南区でやってたんですけど、やっぱり、言われるわけですよ、この子はこういうタイプなんだけど、だから関わってあげてねって言ったけど、まあ他の子からするとこの子ばっかりにずっとつくのはずるいと思うわけですよ、ね、そうですよね、で例えば僕がいつも月曜日とかに行ってたんですけど、月曜日でまあいろんな教室もあるんだけど、関わる子は限定的な子になっちゃうと、どうしてもあの子ばっかり先生がついてずるいとか、多分素朴な感情というかね、やっぱり僕たちも関わってほしいっていうね、そんな思いが絶対あるはずなんだけど、ちょっと難しいなってことがあって、僕も実際に言ったことがあるんです。関わり方でこうするんだけどいいですかとか。で、最終的にはやっぱり、今、月田さんもお話しされた通り、大人がやっぱり介入しなきゃいけないところはあるし、ゴールとしては大人が介入した上でですよ。上で、子供たち同士が支え合うというか、サポートし、ね。まあ、それこそね、だって別に自閉症スペクトラムの子だから劣ってるとか、定型発達だから、もうその、ね、そういった子たちよりも、まあ、能力が高いっていうわけではなくて、たまたまその凸凹みたいな、なんか、よく RPG の話を子たちにするんですけど、攻撃力が強いのか、防御力が強いのか、っていうところで、たまたまこの子はこういうところが得意なところ、強くって、ここがすごく苦手な部分なんだよねっていうところを、お互いに知らないと、ね、共通の敵というか、RPG で言ったら、敵と戦うときに、この子、全然戦士じゃない、剣振るの苦手なのに、最前線で戦わせたら、危ないでしょっていうか、すぐね、自信なくしちゃうでしょっていうところで、まあ僕も話したりするんですけど、まさしく、まあそういった交流、確かに僕もこのコロナ禍で、やっぱり、ね、する機会がなくなったのかな。ちょっと僕はばっかり喋り続けたんですけど。いや、勉強になります。で、もう大学の時も実際にインクルーシブをテーマに研究をしていたので、はい、すごく、今多分大学の方の先生たちも聞いてるかと思うんですけど。あ、本当ですか？もうぜひ教えてください。もうぜひぜひと思うんですけども。はい、という形で、ちょっと僕もいろいろ共感するところがあったので、まあ、今回ね、月田さんにお話を伺うということで、まあ、ラジオに出演していただいてるんですけども、はい、最終的にそのインクルーシブ交流会というのを、まあ、
多分今もね月に1回とかでまあ、いろんな活動されてるとは思うんですけども、まあ、孤立解消というところでいくと、うん、まあ、どういった人が参加してくださってこういう形になっていけばいいなっていうゴール像があると思うんですけども、はい、ぜひその辺を教えていただけると嬉しいです。はい、始めるきっかけにもあるんですけども、やはりこう特性がある子だったりとか障害のお母さんっていうのは出かけてないとかきっかけがないとか、やっぱり行っても迷惑かけるからすぐ帰るとか、うちもあるんですけど、まあ並ぶネットは長時間並ぶみたいなあったらもうわーって感触起こすからもうそのまま帰るとか、お出かけしても楽しめない経験っていうのがもうたくさんあるんですよね。なのでポコポコトレーに来た時は、まあ、泣いてもいいし、もちろん初めて来てね、そんなすぐ遊べって言って遊べる子供たちばっかりじゃないので、わかるよってお母さんわかるよって気持ちにね共感できたりとか、まあ、どっかにお出かけ、最終的には、まあ、例えばディズニーランドに行きたいんだけど、その初めがポコポコ記念に出かけたっていうところだったりとか、そういう足がかりにしてもらって、みんなこう踏み台にしてもらって、私もこう通り過ぎて行ってくれたらいいなっていう思いで、きっかけ作りの一つとして考えてもらえたらなと思っています。ありがとうございます。いや本当にそうですよね。だから本当に、ね、こう迷惑かけちゃいけないっていうのは分かるんだけど、うんうん、どうしてもこの子の特性で長時間ちょっとね、うん、じっとしてられなかったりとかっていうのがあると、うん、なかなかこう出かけるのも億劫になっちゃう。億劫になる、はい。いや僕もこういった活動、いろんな活動を見させていただく中でちょっと一個紹介すると、うん、はい、いいですね、騒いでもいい音楽会が、うん、通称あってですね、うん、私のお知り合いでもある川岡さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、その方がチェロをやられていて、うん、そのチェロを、まあ、演奏でやるんですけど、やっぱりコンサートっていうとどうしても静かにして黙って、うん、なんか演奏が終わった時に拍手をしなきゃいけなかったりとかするんですけど、まあ、そういうところは全くなく、なんかこういわゆるこう遊び場みたいな形で、その中で音楽がまあなっているっていうぐらいの、そんな演奏のあるんですけども、だから本当に暴れてる子もこの前いましたし、実際にねこうとかって言って僕とじゃれ合ってる子もいたんですけども、まさしくなんかそういった形をこう目指されているのかなっていう、ちょっともう今お話を聞いていて思いました。はい、あとなんか繋がる気がするな。はいですね。一つ言うと、7月にですね、今を楽しむコンサートって言いまして、ピアニストとトゥーバの演奏者の方が協力してくださって、それこそインクルーシブじゃないんですけども、誰でも来ていいよっていうのを、ポコポコトレーンと、違う団体と、なんか、何団体かで開催したんですね。で、100人ぐらいの、親子さんで、みんな、まあ、特性のある子もない子もたくさん来ていただいて、で、すごく良かったって言って、またそういう機会がね、ないから、やっぱり普通のコンサートに行けないからっていうので、そういうのまたやってくださいみたいな声をすごくやって、いただいています。ありがとうございます。もうぜひね、そういった活動も含めて、ね、やっぱり安佐南区でやってる活動なので、うん、まあ、そういったものも含めて、なんかいろいろと僕も含めてですけども、取材とかも含めてさせていただけたらなと思いますし、はい、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回はなぜ、まあ、インクルーシブ交流会の孤立解消というところに、まあ、お話をね、始めていったのかというところを、まあ、話していったわけですけども、最終ね、3週目はですね、また、まあ、私の番組のタイトルであります、リンクトゥライフ、命をつなぐ思いというところで、いろいろとお話ができたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、最後にリクエスト曲をちょっとお届けしていきたいと思っています。ということで、どちらでも、先週は愛さんのハピネス聞いていただいたんですけど、2週目ということで、また、なぜこの曲を選ばれたのか、どちらでも構いませんので、ご紹介いただければと思います。スティービーワンダーは、ちっちゃい頃から聞いていて、私が初めて買ったレコードが、スティービーワンダーのパートタイムラバーっていう、曲なんですけども、それからずっと聴いてて、この心の愛っていう曲は、メロディーもすごく素敵ですし、英語は得意じゃないんですけども、これだったらスローな曲なので、こう英語を口ずさめるっていうので、とっても大好きな曲なので選ばせてもらいました。はい、スティービー・ワンダーの心の愛。TV ワンダーの心の愛なんですけども、いやー本当にいいですよね。なんか僕も最近英語を勉強を頑張ってるので、すごい。そうなんですよ。それもあって
今日ねこのお話取材をする前にですね、実はマレーシア行ってましたって話を、うん、でまあ、そこも含めてなんですけども、いろいろと実はマレーシアも結構英語の文化が強いので、うん、はい、それでちょっと英語をいろいろやったんですけども、いやー、なんかちゃんと正しい英語が通じないんだなっていうか。あ、そうなんですね。けどやっぱりインクルーシブもそうなん、今日のテーマもそうなんですけど、こっちが正しいと思ってても中華系のね、イングリッシュもそうだし、インド系もあるし、まあ、いわゆるジャパニーズイングリッシュみたいな、全然違う人たちが同じ言語で喋ろうとするんだけど、なかなかできないっていうところでいくと、こう、まあ、同じところで集まって喋るっていうのも大切だし、お互い理解し合うってところは本当にインクルーシブ交流会にもつながる大切な部分なのかなっていうのをすごく思いました。ありがとうございます。最後にじゃあこのポコポコトレインのちょっとね、どういった活動しているのかっていうことを簡単に最後説明していただければと思います。よろしくお願いします。はい、毎月障害がや病気がある子もない子も一緒に交流できる場の提供というのをさせてもらっていて、兄弟も一緒に遊んだり、こう兄弟が輝ける場所、いつもこうね、兄弟さんの障害のある子に手がかかるお母さんたちも兄弟たちが輝ける場所、主役になれる場所っていうのも作っています。あとは付き添いサポート、付き添い入院をしているお母さんやご家族の支援もしています。ありがとうございます。ぜひ興味のある方はぜひご連絡とかですね、ホームページ見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回は月田真紀子さんをお迎えしてトークをしていきました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。